はい、テレグの石本です。今日はこちらのヴィンテージのエフェクタージェンのですね、クライベイビーでございます。ジェンのほらね、はい、これはね、ポッドデイトから推察するとおそらく1979年製のね、個体ではないかと思われますですね。この足のゴムね、足のゴムだけはこれ2つは残ってるんですけど、あと2つが欠品しておりましたので、これはリプレスメント用のねパーツをつけております。なので、まあ実際に使っていただく分にはこちらの方がね、使い勝手がいいのかなという感じがするわけですね。はい、インプットとアウトプットあって、このAC アダプターもね、一応使えるタイプなんですけど、これ輸入物、昔の輸入物のね、ジャックになって、ミニジャックみたいなやつになってるやつで、最近のやつだとちょっと変換プラグとかね、使ってもらったら、まあそういうのでも使えるのかなという感じがしますですけどね。はい、そうですね、ここに9V で、9V エグジットパワー、外部電源 9V っていう感じですかね。そういう感じで書いてあります。この個体の方は 250.422 というねやつで、だいたい70年代の後半から80年代の前半ぐらいですかねに作られたもののようですけども、このジャックがついてるのは、まあそのまあ80年代とかよく言われてますけども、ポッドデートからね見ると一応79年のポッドが使われているようなので、おそらく79年の後半ぐらいに作られたものではないかなと思います。まあ後でね、中ちょっと行ってもらってサウンドチェックの方もねしてみたいと思います。では行ってみましょう。それでは詳細に見ていこうと思いますけどね、一応こんな感じですね。外装はやはり年代が経ってるだけあって、まあこういうね、いろいろ色のハゲとかねありますけども、一応大きな傷とかね、へこみとかはないので、いい感じではないかなと思います。こっち裏面ですね、クライベイビースーパーの文字があって、外部入力電源ですね、でいろいろ文字があって、ジェンクライベイビーマニファクチャードインイタリーね、イタリー製でございますな。で、250.422 というね。でこの足のゴムですね、これがリプレスメントパーツになっているという感じでございますね。で、こっちがアウトプット、こっちがインプット、じゃあこっちがインプットか、こっちがアウトプットですね。でインプット側に、AC ジャックのね、プラグがついていると。でこれがクライベイビースーパーの、ね、ロゴでございますね。でこんな感じね。はい、ではちょっと中を見てみたいと思いますけどね。よいしょ、足のゴム外すと蓋はこんな感じですね。でこっち側が、本体内部でございますね。まあこれ 9V 電池一応入れてますけども、でこちらが赤フェイゼルですね。でこの何ていうか緑っぽいね、このコンデンサーとかな入ってますけどね、はい、この辺りもね、なんか年代によってコンデンサーの色が違ったりとかね、いろいろあるみたいでございましてね、フェイゼルが違うと音のニュアンスが変わるとかって言いますけども、まあ、この辺りのね他のパーツも音にももちろん影響するので、やはりそういう意味では個体差というのは結構あるのかなという感じがしなくもないですね。これがセントラルラボというねポットでございますね。ここにこっち側に刻印が打ってあるんですけど、それをちょっと調べてみると1979年製ということでね、基本的にはオリジナルパーツだと思われますですね。このスイッチもね、当時のオリジナルのものがそのままついているようでございます。はい。なので、まあ、状態としては、内部の状態としては非常によろしいのではないかなという気はしますけどね。こんな感じでございますね。それでは、サウンドチェックの方に行ってみたいと思います。一応、汚れないように、紙とで、上にはビニールを敷いてます。
でギターはいつものようにデレックカスタムギターです。でアンプはチューブアンプを軽くドライブさせた感じのこんな感じですね。ではねちょっとよいしょやってみたいと思いますけどね。一番手前にするとちょっと低域をブーストしたようなこういう使い方だとウーマントーンみたいなね感じになって、前へ踏み込むとトレブルブースターみたいな感じですね。はい、であと中間で止めるという、マイケル・シェンカーとかよくやるハンドメっていうやつですかね、まあよく知りませんけども、まあまあそんな感じですな。いかがでしたでしょうか。詳細に見ていただいてサウンドチェックもしましたですけどね、さすがジェンのヴィンテージワウという感じでね、赤フェーゼルとか キーフェーゼルとか白フェーゼルとかね、なんかいろいろあるようで、フェーゼルによってサウンドキャラクターが違うとかねいう情報もいっぱい出てますけども、まあ、もちろんそれはその通りでしょうけども、それ以外にもねやっぱりそのコンデンサーであるとかその他の要素でね音質なんかもだいぶ変わるので、見てると同年代のものでもそのコンデンサーの種類が違ってたりとかね、そういうことがあるようですので、まあある意味そのフェーゼルの違いによる音の違いっていうのももちろんあるけれども、それだけじゃないのかなという一個一個個体差があるような気もしますですね。この個体に関して言うとやっぱりヴィンテージらしい上の痛いとこがね、踏み込んだ時もトレブリの音になるんですけども、あんまりこう痛いっていうような響きのとこが少しこう角が取れたようなね、丸みのあるあったかみの感じられるトレブリなサウンドになってたのではないかなと思いますね。で低音側の音もこう割と太いねしっかりしたサウンドになってたし、マイケル・シェンカー風の中域のところなんかでも独特のクリーミーな感じがね出てたので、さすが70年代最後のワウペダルではないかなという感じがしましたですね。ルックス的にもね、まあ確かにこう傷とかハゲとかありますけども、とはいえ、まあ全体としてはねゴムも割と綺麗な感じですし、まあ後ろの足ゴムはねさすがにこうもうへたってて2個欠損してるっていうことになってますけども、リプレスメントパーツでねちゃんと使える状態になってるので、実際に使えるヴィンテージとしてねいい個体ではないかなとこう思うわけでございますね。はい、というわけで本日は1979年製と思われるジェン・クライベイビースーパー 250-1422 こちらのね
ご紹介でした。この動画が少しでもね参考になったなと思っていただける方はぜひチャンネル登録とグッドボタンですね、よろしくお願いします。デレコの石本がお送りしました。